皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、ハードオフで買ってきたものの紹介なんですけど、こちら、パラッツォというメーカーなのか会社なのかよくわかんないんですけど、パラッツォの、ポータブル DVD プレイヤー PD-100 になります。価格は540円で、動作未チェック、まあ、部品取りにっていう感じに書いてあるんですけど、まあ、ポータブルってことで、まあ、このように、非常に小さいんですけど、まあ、ポータブルと歌ってる割には、まあ、電池で駆動できるわけでもなく、バッテリーが入ってるわけでもなく、まあ、このように AC アダプターでしか駆動できない感じですよね。まあ、別にこれ欲しくて買ったわけじゃなくて、まあハードオフの青いジャンク箱の中に入ってて、まあ、ふと見つけたものなんですけど、まあ、ジャンク品の、DVD プレイヤー、まあ、リサイクルショップなんかで売られてるものなんかは、まあ、リモコン欠品のため、詳細未チェックですとか、まあ、動作確認できてませんとかいうものが多い中で、まあ、この製品はですね、この本体のここら辺に結構ボタンがあって、まあ、大抵の DVD の操作がここでできるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、情報少ない中で、まあ、ネットで見つけたやつには、まあ、リモコンが一応セットみたいなんですけど、ここにこのリモコンの受講部があるので、まあ、リモコンはセットみたいなんですけど、まあ、当然これにはついてませんでした。ただまあここにボタンがこう いろいろ結構並んでるんで、まあ、これで大体の操作はできると思います。まあ、これは違う DVD プレイヤーの、まあ、リモコンなんですけど、まあ、DVD の操作として、さっき この本体前面のボタンでできないことって言えば、まあ、アングルを変えたり、あとは字幕の出し入れとか、あと音声の切り替えっていうのはちょっとできないのかなと思いますね。まあ、ちょっとこのボタンの機能をちょっと確認してないんでちょっとわかんないんですけど、本体後部なんですけど、右からこれ AC アダプターですよね。それからこれ光出力で S 端子、 S ビデオ出力でコンポジットで、これ黒いのはちょっとわかんないんですけど、あとはこの音声の右左で、ここにイヤホン端子ですね。本体前面のボタンはこちらがパワーボタンで、ここにこれがオープンですね。この蓋が開きます。でプレイとスチルで、ストップボタン、チャプター戻し、チャプター送りで、ボリュームのプラスマイナスで、メニューボタンで、セットアップってあるんですけど、多分これはプレイヤーのセットアップなのかどうか、まあ、ちょっとわかんないんですけど、でこちらカーソルですね。で真ん中押し込みでエンター決定ボタンですね。でこの DVD プレイヤー、まあ、AC アダプターもついてこなかったんで、こちら手持ちの、まあ、マルチパワーの、汎用の AC アダプターあるんで、こちら DC12V1A なので、こちらを 12V に設定して、まずは一応通電するかどうかをチェックしたいと思います。 AC アダプターつなげます。はい、こちらちょっと分かりにくいかもしれないですけど、一応ここに、ランプがついてまして、今、赤くっていうか、まあ、オレンジっぽく点灯してます。一応通電はしてますね。まずはコンポジットでつな、いで確認してみたいと思います。まあ、一応今スタンバイ状態だと思うんで、この電源ボタンを押してちょっと電源入れてみたいと思います。ポチッと。一応ですね、この多分DVD プレイヤーの、まあ、初期画面というか、まあ、スタンバイ状態の画面なんだろうと思うんですけど、コンポジットでつないだ時に、なんかめっちゃすごいノイズ音がしてます。ブーっていう音がずーっとしてますね。
この映像のケーブル抜くとこのノイズが消えるんで、ちょっとコンポジットの出力にちょっと難ありかなと思います。じゃあもう一つ、S の出力端子があるんで S 端子でちょっとつないでみたいと思います。はい、S 端子でつないだらブーというこのさっき出てたノイズが出ないまま一応初期画面が出ました。で一応、本体としては動作してるみたいですけど、まあ肝心の DVD が再生できるかどうかちょっとチェックしてみたいと思います。テストに使う DVD はこちら4人の奇妙な物語映画の特別編です。まあ、映像の方はちょっと著作権の関係上お見せできないんで、まあ、一応再生できたかどうかだけちょっと確認したいと思います。ディスクローディングしてます。一応再生はできてます。ただちょっと、画面のアスペクト比の表示がちょっとおかしいんで、まあ、このテレビのリモコンで、画面のサイズをまあフル画面にすればちゃんと見られます。あとはここのプレイヤーの前面のボタンのチェックをしてみたいと思います。一通りボタンチェックしたんですけど、まあ大丈夫ですね。ちゃんと使えてますね。でこの気になってたこのセットアップのボタンなんですけど、それをちょっとやってみたいと思います。あ、やっぱりこの DVD プレイヤーの設定ですね。まあ、ラム H ビデオオーディオレーティングってあるんで、まあ、DVD プレイヤーの基礎的な設定ができるんだと思うんですけど、はい、というわけで、後へ何本か DVD 再生してみたんですけど、まあ、いわゆるこう市販の DVD は、まあ問題なく再生できたんですけど、まあ、手元で、まあ、自分で作った、まあ、DVD レコーダーとかで録画して DVD 残したやつ、まあ、DVD-R ですね、それはちょっと、まあ、ものによってはうまく再生できないものもありました。まあ、まだまだ DVD は現役だとは思いますが、まあ、プレイヤーを買うことに関しては、まあ、完全に今更感は拭えませんけども、まあ、今後何らかの形でこちら役に立てていきたいと思います。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から過去の動画もよろしければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。